はい、ということで今日もゲーム実況やっていこうと思います。ヘイサポです。ということでですね、あの飛竜装を手に入れたのでもう帰りたいと思います。あ、時魔導士さんがいないと使えないのね。じゃあ一旦時魔導士にして、そうなんです、もう歩いて帰らなくてもいいんですよ私たち。テレポでグッバイ。このさ、脱出系とさ、あのワープ系ってあの違いがあるのってさ、ちょっとよくわかんないよね。あのルーラとリレミトみたいなあの感じ、ちょっとよくわかんないなって思うんだけど。てかさ、これよう見たらさ、すっぴんって最初から槍装備できんじゃん。槍装備できないと思ってさ竜騎士育ててたのにさ、これちょっとさ、そういうことされちゃうとさ困るんですけど。じゃあ次どうしよっかな。体力を上げるために文句とかやっちゃう。文句でダッシュでいいっしょ。うん、お、ファリスもか。ファリスもじゃあやんなくていいってことだよね。サムライ、うん、じゃあ文句で、この全力文句の人たち。文句ってさ、あとなんか別につけとくもんないよね。乱れ打ちとかつけとくか。文句の乱れ打ちいいかもしんないね。うん、じゃあもう無事手に入れたし帰ろう。ケルカ元気になったかな。ケルカいる？どうよ。お、全然元気になってないみたいです。ケルカどうすんだろうね、あんなゲホゲホしてて。なんかいい薬とかあればいいけどね。よし、見せつけてやろう、この新しくなった殴りの力。もう殴り強い、殴りめっちゃ強いんだけど、殴り超強くない？やばいな、これまだまだ殴りの時代終わんねえな。ガラフガラフ相当あれだな、部下への信用ないな。いや、早飛ばや飛ばやとか言っちゃった。俺実は前城探索してる時になんかあるの見つけたんだ。あ、なんかあった。こういうことですね、ザバッとね。いや確認してから門を開けるようにしますってまあな、確認は大事だな。てかこの城さ、どういうあれになってんの。うーい、ドラゴン。お、なになに、どうしたの。頭が痛い言うて、そのロキソニンとかなんか飲んだらあかんの。うん、どうしたの、呼んでる、何が。ギードって誰。賢者。うんうん、うん、ギードね。
飛竜の谷の北東、大陸を抜けたところにある小さな島じゃ。オーケー、わかった。ギードね。一体どんな生き物なのでしょうか。すげえな。てかクルルめっちゃなんかあれじゃない、なんか不思議な力を持ってる女の子だね。ほれ取ってきたぞ、食わんかい。うわ、早くポイズンをかけないと。おお、効果てきめんだな、飛竜草。ドラゴン好きだよね、レナね。いや、元気になった。え、これ飲んでって何、毒消し？うん。なってくもって、なんかだんだんファリスがさ、なんか女性っぽくなってってるねしょうがねえなとかだったのに、まったくもーんつってなんかちゃんと女性化してきてる。いやクルル無理したあかんよみんな無理しすぎだぜつってなんかさ、もうそしてファリスは女性っぽくなってきたけど、なんかバッツはだんだんなんかお調子者キャラみたいになってきたんだけどみんな無理しすぎだぜっつってはい、うん、よし、じゃあギードに会いに行こう。飛竜ってのはさ、どんだけ巨大なものなのかな。4人も大の大人を乗せて飛べるってとてつもないでかさだよね。の北東にある小さな島じゃ。あ、これか。明らかあったな。どうせこれ入った瞬間ボスなんでしょ。俺もう学習したからね。あえて宿屋を伝わず、このグランピングで体力と魔法力を回復していく。ギードの祠入り口。へえ。つうか、すげえところに住んでんなこの人。え、ギードどないなるん。島沈んだけど、え、大賢者大丈夫なのお前か、つるんとした人の仕業か。大喜利だったな、ありがとうよ。つるんとした人の仕業か。え、これどうしよう、一旦帰ろうか。うん、降りれない。元気になった瞬間城の外に追い出されるっていうね、ひどい話だ。まあそこまでその無駄な容量を乗せている余裕がなかったんだろうな。よう、死んだぜ賢者は。え、まだ呼んでるっつってさ。お前なんか知ってる？いやー、賢者への道筋が途絶れてしまったな。どうしよう。
あいついるじゃん、あの狼的なやついるじゃん、あいつに話を聞きに行こう。あいつなんか知ってるよね絶対。よ、元気になったか。最後の戦い。おお、あのすげえ兜の人。なるほど。北にある、お、ありました、こちらですね。すんごいチャイムついてんだけど、貴様ら何者だ、言われたけど、いやちゃんとチャイム押してから入るよ。そりゃそうやな。うん。城の中のものは自由にお使いくださいって。さすがこの兵長。なんかいいものあんだっけここの城。ふん。いきなりあの一番いいものがありそうなところに突っ込んでいくっていうね。この本だろう、この本だろう。はー、なるほど。赤沙汰浜やらはだからここかな。どんな帰り方するの、あのおばちゃん。宙に浮く不思議な魔法があるらしいぞ。レビテトのことだな、きっと。これじゃね？金だった。人ん家で金取ってくなったよ、ちょっとな。でっけえ瞳をよーっつって、そんな感じのキャラなの。お、ここ何もねえわ。お、何もなくはないか。まあなんか道がつながってるだけね。お、レビテとあった。でもレビテと単体で使うことってほぼないよね。なんかマイティガードとかで使うことはたまにあるけど。
もしかしてレビテトだけ、この城の、城にあるものを何でも使って使わせみたいな言ってたけど、レビテトと金だけ。お、歌歌、なんか思い出でなんか歌を綴っちゃうとか、なんかすごいね。奥にいる道具はねえな。おまんは特にいる道具はねえな。グレートソード2本ほどもらっておこうか。じゃあ4人してねじりはじまき巻いてさ、突っ込んでいく集団って何なの。やべえ集団だな。もう ほぼなんかもうベランメイな感じだな。行くぜ野郎ども的な感じになってんだけど、もう全員なんかじりはじまきを装備して戦いに赴く人たち。よし、全員ねじり始まき装備したぞ。ということで、城の探索はこんな感じですな。うん。よし。ということでですね、次回はゼザが管理している戦団のところまで行ってみようと思います。また見に来てくださいね。それではまた。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また明日も見に来てくださいね。